公衆電話つきました。まあさすがにならないよね。なんか奥で男の人の声が聞こえた。そのうめき声はいつしか電話越しではなく真後ろから聞こえるようになってくるそうです。こんにちは、豆です。日本一周12日目ということで、現在地は香川県です。このチャンネルでは日本一周しながら全国の心霊スポットを回って心霊現象を体験してカメラに収めようということをやってみます。昨日はイモンタっていう心霊スポット行ったんですけど、まあそりゃ心霊スポットになるわなっていうような場所でしたね。なんであのままずっと放置してたんだろうな。それで次の目的地なんですけど、徳島県にある沢谷トンネルっていう心霊スポットになります。まあ、そこの心霊スポットなんですけど、トンネル自体もまあ心霊スポットって言われてるんですけど、一番やばいって言われてるのがトンネルの脇にある公衆電話なんだそうです。まあ、そこの公衆電話で霊現象が多発してるみたいなんでね、まあ、ここも心霊現象を期待できるんじゃないでしょうか。とりあえずね、心霊スポットの近くでオーシャンビューのホテルが取れたんで、まずはそこに向かいたいと思います。あー着いた、これだ。あ、ってことはこれ海か。いつの間にか徳島県に入っていつの間にか着きました。はい、ということで夜になったので心霊スポットに向かいたいと思います。20キロあるよ。20キロあんの。ガソリン大丈夫かな。マジで田舎すぎてガソリンスタンドとか夜やってないんじゃない。見えねえ、大丈夫かな。結構道怖いな。今までに行ってきた心霊スポットに比べれば、多分その周りの雰囲気とか環境で言えば、まあ、相当難易度は低いはずなんで、それは嬉しいですね。いや本当にね、厳選しすぎた。なんか動画的にも面白そうだし、心霊現象も起こりやすいかなって思って、マジで怖そうなところばっかり厳選してたんで、今日はイージーですよ。まあ何がイージーなのか分かんないけど、っていうかそもそも旅の目的が心霊現象を体験するって言ってんのに、ちょっと趣旨が変わってきてますね。実際に心霊スポットに行ってね、心霊現象が起きてほしいなんて思ったことは一回もないんでね。まあでも今から行く日和トンネルなんですけど、まあ、トンネルも一応心霊スポットなのかな。まあメインは公衆電話ですけど、でまあ普通心霊スポットってまあ人が亡くなってるとか、なんか事件があったとか、そういうのが絶対あるんですよね。まあ絶対っていうか今まで行ってきたところは。日和トンネルの心霊現象に関してはもう心霊現象の噂しかなくて、まあ、元になった話みたいなのが全然ないんですよね。逆にちょっと怖いっていうか、マジで出るから噂になったみたいな。あ、もうちょいだな。一気に雰囲気出てきたな、また。あー、寒い。舐めてたな、ちょっと俺。めちゃめちゃ怖いんですけど。あー、見えてきたっすね。日和トンネルです。あー、そして公衆電話発見。とりあえずスルーで。まずは日和トンネル入りましょう。あー、めちゃめちゃ長いトンネルなんですね。意外と車は通るのかな。それはちょっと嬉しいな。とりあえず公衆電話のところは戻ります。トンネル自体はね、まあ普通に綺麗な、まあ歩いたら不気味そうですけど、歩く長いよ。まあまあでもね、ほんと普通に使われてるトンネルですね。スルーしちゃった。だって雰囲気がやばくてちょっと止まれませんでした。ちょっと待って待って、どっから U ターンしないと。公衆電話着きました。ちょっとね、ちょっと遠くから様子見ましょう。いいですね、街灯もあってトンネルの近くなんでね、初の懐中電灯がいらない心霊スポットですね。ちょっと用意します。着きました、日和トンネルの公衆電話です。何の音何の音。こんなところさ、マジで何の音。車とかじゃなきゃ来れないような場所なんだけど、とこんな感じでポツンと公衆電話があります。後ろはね、こんな感じで街灯があってトンネルがあって、これバス停かな。バス停じゃねえか、ベンチかな。なんでベンチがあるんだろう。ほんと不気味。そしたらここの心霊スポットの説明をします。日和トンネルの公衆電話付近では、浮遊している霊を見た、火の玉を見たなど非常に多くの報告が寄せられています。また中に入ると公衆電話が鳴り出し、それに出ると男性のうめき声のような声が聞こえて、後日携帯に見たこともない番号からの着信が来ると言われています。その電話に出るとまた男のうめき声が聞こえて、そのうめき声はいつしか電話越しではなく真後ろから聞こえるようになってくるそうです。
いや怖すぎでしょてな感じです。はあ、入りますか公衆電話。そしたら入っていきたいと思います。お邪魔します。狭いな。公衆電話ないからもうなんか霊が見えるとかそういう噂もあるみたいなんで、とりあえず何も見えないですね。レグワさんによると電話が鳴り出すと。まあさすがに鳴らないよね。うっ、何なんか叩かれた。俺が寄りかかってたからなんかあれかわかんない、公衆電話叩かれた気がするんですけど。どうしようどうしよう、出ようかな、落ち着いて、よし。でなんだっけ、そうだ、電話が鳴り出すっていうことらしいんですけどね、さすがに鳴らないでしょ。これで鳴ったら大事件だ、警察だ。まあちょっと自分の番号にかけてみますか、公衆電話から。ちょっと電話してみます。ピーって鳴ってますね。このピッポッパって音がすげえ怖い。どこまで押したっけ。え、通話中なんだけど。電波あるよね。これ聞こえるかな、音。え、繋がんないんだけど。なんで繋がんない。ああ、不在着信来てる。あ、非通知オフにしてんだ俺が。非通知設定どうやって解除するんだろう。おー、今ここでチコチコ調べんのやだな。 iPhone 非通知解除。なんでなんで間違えた俺番号。ヘイシリー。はい。公衆電話から電話をかけられるようにして。少々お時間をください。何が。今やっているところです。何を。問題が起きました、やり直してください。え、ヘイシリー。はい。公衆電話から電話を受けられるようにして。どなたに電話をかけますか。違います。はい、やめておきます。おい、かけられねえじゃねえかよ。いやー、もうやだ、もう出たい。ならないですね。外もね、別に俺と言って。何か見えたりとかもなさそうですね。そしたらスピードボックスやっていきます。こんばんは。こんばんは、誰かいますか。何今の音。なぜ公衆電話に出るんですか。ここで何かあったんですか。なんか奥で男の人の声が聞こえた。ちょっと受話器上げてみますか。こんばんは。ほら、聞こえてるし。少し定点カメラでじゃあ、なんか映しときますか。
うダメだ、外にいるのも怖い。ああ、終わりにします。はい、ということで日和トンネルの公衆電話でした。あ、公衆電話なんて入ったのね、もう何十年ぶりですけど、いやー、あの中本当に怖かった。まあまあ他の心霊スポットに比べればね、まあ怖さはそこまででしたけど、まあなんかね、あん中はすげー嫌な感じでした。はい、ということでまだまだ日本一周続けますので、よかったらチャンネル登録してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。